自動火器は、一回の操作で、弾丸の発射、空となった薬莢の発出、時弾の装填、発射可能状態の維持の一連の動作を行う、火器全般を指す言葉である。自動でこれら動作を行うことからオートマチックなどとも表現される。自動火器は、その多くが弾丸発射と火薬の燃焼に伴って発生する、反動や発射ガスの圧力によって機構を動作させているが、 一部には、油圧内紙電動機などの外部からの動力を入力して動作させるものもある。排斎矢や装填のための操作を自動化し、引き金を引くという操作のみで連続発射できる火器である。この様式の最大の利点は、複雑な操作を必要とせず、いつでも弾丸が発射可能な状態になることだが、その反面で機構が複雑になり、故障が発生しやすいことや、 また、部品点数が増え整備性に劣ることや、加えて、全体の重量が増す傾向が強い。ガス圧作動方式や、ブローバック、反動利用式といった弾薬のエネルギーを動力源とする方式では、初段に限って、手動で装填する必要があるが、外部動力を用いるものでは、初段装填作業から自動で行うものも見られる。ただし、外部動力式は、 動力も一緒に運搬する必要があり、勘弁性に劣る。射撃中に不発射弾が生じると、発射廃囲やと再装填発射準備状態のサイクルが止まってしまう。ここで、外部動力式であれば、強制的に排出して、時段を装填できるが、弾薬のエネルギーで作動する火器の場合は正常に、作動せず、手動で装填し直す必要が出てくる。この様式の中には、 一回引き金を引くと一発発射、後再装填までが行われ、引き金を戻して、引き直すまでは再度発射されないセミオートマチックと、引き金を引き続ける限り断層が空になるまで、連続して弾丸を発射するフルオートマチックとがある。内部の機構でセミフルの切り替えができるものも多い。自動火器に含まれる分類は以下の通り、外部動力を必要とするものでは、 以下のようなものがある。電動、油圧など様々な動力が利用される。アメリカ合衆国において、フルオート書きの民間人への販売は1934年から禁止されており、例外なくセミオート限定にした製品しか市販できない。しかし、こうした市販のセミオート書きの中には、比較的容易な改造、またはバンプストックと呼ばれるオプションパーツで、 フルオート化することが可能なものもあり、犯罪者やテロリストがフルオート化器を入手したり、資格を持つガンスミスがアクション映画用にフルオート化器を容易に調達できる環境がある。なお2018年12月、アメリカ合衆国司法省は、重連射部品を連邦法により製造、販売、所持が禁止されているマシンガンに分類する規則改正を発表した。 日本においては、フルオート射撃の可能な自動火器を保有できる組織は、自衛隊、海上保安庁に限定されていたが、近年では、日本の警察官や、航空護衛官もこうした火器を使用するようになり、特殊救収部隊や特別警備隊など、特別な部署が主な配備先となっている。アメリカ陸軍による自動火器の解説動画、ありがとうございます。